で、この場合にですね、例えばライバル2人のどちらにつかなきゃいけないか、どちらかにつかなきゃいけないかっていう時に、中国人はですね、こう言うんですね。1割黒、1割白、8割灰色になるべくする。つまり今こちらが優勢、例えば黒の方が優勢でもですね、明日白が優勢になるかもしれない。で、白が優勢だと思っていても、また何日か経ったら黒になるかもしれない。この時にもちろんですね、どっちかに5は五分五分、5つ5つでも結局半分失うわけですし、もしどっちかに決めていたら次の段階で全部なくなるわけですよね。で、これが怖いので、なるべくどちらにも、組みしないようにして、グレーゾーンをできるだけ大きくしたいというのがその中国人の文化なんです。どっちかに決めろっていうのが、これが最悪なんです。それで、例えば政治闘争で最終的にですね、誰か政敵を追い落とす時も葬ってしまったりしないんですよ。必ず逃げ場を残しておく。つまりは1割2割は相手のものを残しておくし、中国人はどんな人もですね、自分が一番前に立って攻撃することを本当に嫌う。で、その時勝って見えても恨みが残る。その恨みは攻撃した人に来るわけでしょ。だから結局はその自分は一生安泰かどうかわからないので、なるべく、敵を作らないようにするんです。これが思想馬鹿い。前回言いました、鍬を刺して炎上を罵る。本当に攻撃したい相手を直接したら、真っ先にその攻撃した人が次の、もし時代が変わったらまた矢面に立つから、私はこっちを実は攻撃してたんだよみたいに逃げられる逃げ道を必ず作るんですね。こういうことで、その黒白どっちかにしろと中国人に言うのはもう非常に間違いだし、同時に私が悪うございましたというのもバカなわけですよ。つまり自分でですね、決めちゃう。つまりはのらりくらりしていればいいんです。こっちもあるし、こっちもあるし、いろんなことがあるよね。で、向こうもですね、真ん中で待つ、はっきりさせない。これが日本人と中国人の一番大きな違いだと思います。それで言質を取る話を前回しました。言質を取られないように、取られないように中国人は決してそのはっきり言わないことをもって一生の、目標としてるわけです。だから、実はですね、文化大革命30年、1960年代ですから、もう40年ぐらいですね。ひどかったですよね。何千万人も亡くなってるし、密告し合ったし、でもこの時に、1割悪いやつを探そうとかですね、本当に政治闘争だったんですけれども、私は悪くないと言った人は誰一人として処刑されなかったんですよ。どんなに証拠が出ようと何しようと、本人が自分で悪かったと言わない限り誰も手が出せないです。それはつまり、悪くなかったと言い続けてる人を、誰かそれを攻撃し続けて殺したら、今度殺した人が弱みができる。次の段階で今度その人が攻撃される。だから誰もそれをしたくないので、まず私が悪うございましたとか、私が確かにやりましたって言わせたら、もう言った人はそれで、弱みができているので、誰が何をしてもそっちの方が悪い。いかがですか？日本人はこういう世界に生きたことがないので。この前の今処刑問題もありますし、中国で何かあった時にですね、日本人はこれぐらい頑張れないといけないっていうことで、大変厳しい社会だと考えていてほしいと心より思います。それで黒白の話、ちょっとだけ余分なことを言いますとね、私のよく知っている台湾の方、台湾の本省人がですね、息子を何人、3人いた息子、1人は日本に留学させて、ほとんど日本国籍を取らせて、
一人はアメリカに留学させてアメリカ人にして、で自分は台湾に、もう一人は台湾に残るとか、あるいはですね、例えば中国共産党から、逃げて台湾に行った人がですね、家族のうちの一人だけは残すんです、大陸に。で自分は台湾に来ていて、また残りの人間をあちこちに移す。これはつまり、まあ、保険をかけているというか、どこかが生き残れば後の人が助かるかもしれないとか、まあ、こういうような必要性があって、いつもこれから先どうすれば生き残っていけるだろうか、これを考えながら生きてきた人たちなんだ。とってもとても社会が厳しいので、これはもう日本人はですね、そういう、個人主義って言ったら簡単ですけれど、守ってくれる集団があれば誰だってふわっとして生きていきたいんですけれども、これがその明日なくなるかもしれない、今所属しているところがどうなるかもわからないということで、それぞれ個人個人が自分の身の振り方をいつも考えている。だからいつでも誰かと友達になった時も、この人はどんな人かしら、この人は私にとってどういう役に立つかしら、でどれぐらいの割合で付き合っていればいいかしらって、こういうようにそれぞれが考えていると思ってほしいです。これがそのバルネラビリティの説明になります。で今日はですね、もう一つ話題を持ってきました。中国人との付き合い方パート3なんですけれども、その韓国人も同じくらいに今日本人は同じくらいって変ですね、付き合う人が増えてきて、お隣の国でブームもありますし、じゃあ同じなのか違うのかという話をちょっとしたいと思います。もちろん中国の人の話もします。ですね、韓国人の方が私から見れば、日本人はもう少し分かり合える人たちなんですけれども、それでもですね、中国人は非常にドライ、日本人がウェットとすると韓国人はその真ん中くらいだ。だから中国のことを、中国とも似ているし、日本とどこが違うかということはかなり重要なことだと思います。そうですね、日本人に対して微妙なんですね。私はどちらも知ってますけれども、韓国人はやはり遠慮されると冷たいと思う、喧嘩した方が仲が良くなる、で本当のことをつけつけと言って、もうぶつかった方が相手が熱心で自分のことを本当に考えてくれてると思うように思います。中国人の付き合い方の時にですね、日本人と違ってお互いに一歩ずつ引いたらダメなんだと、中国人は周りはみんな知らない文化で違う言葉の人たちだ、話し言葉は違う人たちなんで、まず自分の主張を言う、自分はこれだけこれだけしたいんだって言って、相手も同じように主張をして、当然折れ合わないので、折り合わないので、そこからまあ一つずつ引っ込めていって、とりあえず一緒に仕事するときにはここで大丈夫かっていうことを決める。ただしそれは本心ではなくて付き合い上とはっきり決めているという話をしました。日本人はぶつかることはいけないという文化なので、もし何か相手と摩擦が起きそうだったら、あるいは一緒に仕事をするときには必ず、ぶつかる線から一歩引いてみる。そうすると相手の日本人も一つ引く。だからお互いに少し距離を置くので、おのずと真ん中は決まる。ところがこれが日本人同士ならとてもうまくいく文化だけれども、日本人と中国人と一緒になった時には、日本人がふっと思わず無意識に引く、中国人は当然無意識に押す、引く押すっていうことで、交渉するたんびに日本人は押されて、それで最終的にあんな奴ら大嫌い、こういうふうになるわけです。